しい、ね、見えてる。はい、どうも、はい、楽しみ、しごはん時間ですよ。本日、KK さんからいただきました、ありがとうございます。どうしたトンボさんのね、弁当、僕、久しぶりですね。はい、ありがとうございます。売り場の直人さんなら、社長によろしく。いやー、会いたい。あのお姉さん、僕も大好きです。めっちゃ好きです。今日はありがたいことに、私はこの鮭弁当で、今日はあの道尾兄が来てまして、手伝いに来てくれてまして、KK さんが。道尾さんに買ったついでに買いました。そうです。道尾兄には、牛のやつで、僕は魚のやつです。今のミドルネームの。そうです、牛のやつと。牛のやつです。わちょっと俺、変わってんな。ああ、そう。ちょっと、やってますね。考えて変えてますね。ちょっと明るすぎるな。ちょっとこのようになっております。トンボさん変わってますね。ちょっと持ち上げてみないと分かりませんが、いただきます。こう斜めになって、ははこれも切るようになって、そうですそうです。まあみんな考えてますね。食べたことないですもんね。トンボさんのお弁当食べたことないですよね。ないですよね。下に貼っといて何だっけ、食べたことない。うん、やっぱ美味しい。日本は大負けですよね。百姓国やから、うん、やっぱトンボさんのこの魚美味しいですよ。あと銀だらとかも1600円。どれ食べても魚本当美味しいです。食べた。いや、めっちゃ美味しい。あ、トンボさん、さすがだな。いい判断だな。いい判断だな。松屋さんも売り場のレイアウト変わりましたね。あ、そうですか。前まであった店がなくなってた。全然行ってないから。あ、そうですか。結構入れ替えありますね。見てる。うん、そんなこと。うん。金持ってるから大丈夫。いや、どうも美味しい。残りを使えば、あの、ごぼちゃん、これ使っちゃねえけど、これ使ってたやつ、この弁当ちゃん、飲みたいなんかも、冷めても美味しい、これがいいですよ、これ。弁当って前提だもんね。うんね。もう何千万も持ってるだけ。笹浜の天ぷら。毎回とは言わない。これ完全に天才です。うん。単品で笹かまだけ売ればいい。いや、本当この笹かま天ぷら丼とかでもう欲しいぐらいですね。本当美味しいですね。鼻で笑われたけど言ったら笹かまだけどお弁当ないなって。ないわよ。本当欲しいです。本当美味しい。酒は酔わないし、飲ましても絶対酔わないしね。ちゃんと味するんで。わかんないよ、もう24時間飲ましたらどこかよくわかんない。でもあの、トンボさんの売り場はずっと変わらない。俺が見てる限り1年間たぶん、男性の方はいなかったです。今日はいない。あの、野球広しさんみたいな。あ、そうそうそう、はいはい、今日はいない。あの方も僕好きなんですよ。今日野球さんはプロレースのね、解説やってるの。女子プロの。うん、うん。今頃も飲まない。その仕事知らない。それは野球広しさんの仕事ですよ。まあ、まあ、うちのファンはだから、あ、はい、いらっしゃいませ。ごめんなさい、ごめんなさい。すいません。どうぞ。ちょっと、もう一問。はい、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 はい